本日は光る決第31話を俳優名でストーリー解説していく動画となります。江本タスクが吉高里子がロバ竹山がという形でですね俳優さんの名前で今回の第31話何が起きたのかということを解説してまいります。まふ、あ、ふざざけけたた…動画、そしてふざけた 最初のこれだなと思われた方も多いかもしれませんけれどもこの動画一部の方に購入でございますので真面目に解説しているてて解説という動画すでにアップしておりますのであのそういったものをご処方の方は上のリンクからご移動いただければと思いますそちらの動画マジでちゃんと解説しておりますのでご移動いただければと思います本日も一部の方のためにですねふざけた見出しからスタートさせていただければと思いますけどまあ本日も怒られそうな見出しでございますよはい吉高恵子さん物語書いてばい柄本スク、ま <laughs> あもう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  ボロクソですね。もう町田啓太は悟りを開き、ロバート秋山昼間からちょめちょめ。江本佑、まるで寝カフェで寝泊まり。吉高由里子、泉梨花に触発される。江本佑、う嘘がついているのがばれる。吉高由里子、塩野昭久について聴衆 <laughs> なんかけ。警察みたいになっちゃいましたね。えっと、吉高由里子、源氏物語を書き始めるという形ですね。これね、あの本当は吉坂由里子、江本佑に塩野昭久について 根掘、ね、り葉掘り聞くって書いたらなんか文章くそ長くなっちゃったんでちょっと短くしました。<laughs> お許しいただければと思います。はい。それでは本日も話し進めてまいりましょう。まあ、スピーディーでいきましょうね。はい。まず吉田由子さん物語書いてって江本佑さんが言うんですけれどもまあこれは前回からの続きですね。江本佑さんが、えー、吉高由子さんの王子に来ましたよと。で。 なんか,かさサぎが語りが一部で有名みたいだからそれをぜひ私にも読ませてほしいという,うに言うんだけれどもまあ娘にね燃やされてしまいましたのでカササギ語りは燃えてしまったと伝えます。嘘ではありません 元タスクさん思い出してもう一回書いてほしいという,うに言うんですけれども、ね、皆さんも経験あると思いますけれどもパソコンとかでもさ仕事してさ文章を作ったと思ったらさなんかパソコンがさブチって切れたりとかワードのあれがさなんかフリーズしちゃってまた最初から書き直さなきゃいけないと今の時代はねバックアップリアルタイムでしてくれるものもありますけれども昔そういう経験したことある方いらっしゃいますよねワープロ時代とか含めてねなんかそれと同じですよなんかこう大体のことはおぼおぼ覚えてんだけど再現するってモチベーションっていうかめちゃめちゃこうメンタルすり減らすんですよね それもあるので、まあ、ちょっと燃えたということは残すほどのものではなかったんだと思いますのでというのはそういう真意だと私は思っております。ならば中宮三上愛様のために新しい物語を書いてくれるのか帝潮の秋久のお渡りもお召し飯おめお飯もなく寂しく暮らしておられる中宮様をお慰めしたいのだと江本クさんはとにかくね吉田裕子ちゃん書いてというふうに言ってですね頼み込むんでだけれどもちょっとこの場では快諾せずに。 ま帰っていくという形となりました。一方変わってえー、町田啓太さん悟りを開きます。はい、町田啓太さん、カナダさとしさん、秋山隆二さんでございます。けれども、町田啓太さんはですね。まず、自分よりもまあ、カナダさとしさんがね、えー、出世して以来出社し,しなくなってます。会社会社で言うと出社しなくなってます。自分より自分の方が先に部長になると思ったら。 部下の方が先に部長に、まあ、部下じゃないけども、まあ、ほぼ同期だけども多分自分が行くだろうと思ったら別の人間が修正しちゃったので、まあ、行かなくなってますけもこれはふてくされているわけではなくて町田啓太さんは和歌とととかか監視とかを学び直してにになるいいう,ふうに言いますそこにですねロバートの秋山さんがやってくるんだけれどもなんかですねななんかなんかなんか変な感じなんですよね。なんか カナダさんと同じようなことを言って、えち,ょち,ょまあ、ちょっと、ちょっと、まあまあまあみたいな、お前何しに来たのみたいなシーンなんですよ。でもその次のシーンで、お前何しに来たのの理由が分かると、要は女性に会いに来たわけでございますよね。で、なんか、ちょっと来て、あの要はもう,も,うもう、この動画は多分もう何でも OK なんで、もう普通に自分要は来て、してみたいな形でですね、女性に誘われたら、今ちょっと忙しいんだよ。いいじゃない、しましょう、昼間から。忙しいんだよ。 ししょうがねねえなななみたたいな感じになっておりました、ねまあ、別の思惑っていうのはそういう形でちょっと笑えるシーンとなっておりましたはいそして江本佑さんまるで寝カフェネ寝泊まりということで江本クさん黒木華さん竹内久美さん娘の三上愛さんらでございますけれどもまず娘の三上愛さんはですね江本クさんと黒木華さんの2人がですね,ねお父さんとお母さんですけれどもな,なんか多分これ夫婦喧嘩してるっぽいですっていう形でですねその噛み合ってないことを察します。 実際にですね、まあ、家に帰っても江本ささんん、と倉すれ違いでそういうふうになってくると柄本佑さんからすると第二奥さんである竹内久美さんの元に行ってちょっとこう癒されたいと思って行ったわけですよ。なんだけれどもちょうどこのタイミングでですねこのすみませんこれ道長のまんまになってますけども柄本佑さんの長男がですね元服しまして、まあ、要は大人になる儀式をしまして「小五位の下」というですねまあ結構偉い感じのいい感じの位をい 得ますこれを知った竹内久美さんは自分の息子たちも間もなく元服をするので自分の息子たちにも地位を与えてほしいとねだります。 ね、竹内久美さん天皇家の孫でもあるわけですよ。血筋はいいわけでございますね。第二奥さんだけれども。なので自分の息子の重要性を説くんだけれどもかみ合いません。なぜかみ合わないか今私申し上げた通り江本佑さんは癒してほしいと思ってきてるんですよ。癒してほしいと思って竹内久美さんのもとに来て竹内久美さんがうちの息子を出世させろみたいな形で言われたらまた仕事の話しかもまた,また黒木春と話つながんじゃんそれみたいな形になるわけですね。 で元タスクさんね竹内久美さんが黒木春さんと女の戦いバチバチするその争う様子を見せてしまうと息子たちもそういう気持ちになってしまうので気をつけよといいううふうに言いますでね竹内久美さんは「いやそうは言っても重要なことでしょ」うって言うんだけども、ね、元タスクさんは癒されたいと思ってきてんの癒されたいと思ってきてから難しい話とか要望とかしてほしくないの今もだ,だから、まあ、じゃあ帰るわって形で、まあ、優しいからねあの声を荒げたりはしないけれども。 帰るわって形になったら竹内久美さんお待ちくださいっていうふうに止めてたけれどもまあこれはね竹内久美さんが悪いかつと悪くないと思うあのタイミングが悪かったっていうのが私の解釈ですけれどもでもこれによって2人の奥様黒キャルさんとはすれ違い竹内久美さんとは噛み合わないという形で、まあ、代理にまるでネットカフェに泊まるような生活が多くなっていくという形でございます。 はい、そして吉高由里子さんは泉理香さんに触発されます。吉高由里子さん、泉莉香さんでございますけれども、若勉強会の後ですね、吉高由里子さんは泉理香さんに枕の創始の感想を聞きます。そしたら泉理香さんはですね、枕の創始にはエロさがないじゃない綺麗事じゃないみたいな形でこう言う。 で気は利いているけれど人肌のぬくもりがないでしょうだから胸に食い込んでこないのよみたいな感じですいませんね気持ち悪い喋り方でねあの感じでこういうわけでございますねそして黒髪の乱れも知らず打ち伏せばまずかきありし人ぞ恋しきこれはあの泉理香さん演じる泉式部の五周岩歌手に載っている歌ですけどもそれを歌うと 吉高由里子さんからするとね泉梨花さんって確かに自由奔放な生き方で真似はできないんだけれども皆さんもありません真似がでできない人って憧れるんですよすみません。私サッカー少年だったんで野球あんまり詳しくないんですけれども、まあ、例えばね、あのー、今大谷翔平さんがすごいこうすごいですけれども例えば大谷翔平さんになるあの今プロ野球選手をしていない 20代30代40代の大人の方々が大谷翔平さんを見てなんか自分はそれになれなかったけれども心から応援するみたいなことってあると思うんですよ別に妬みととかか後悔とかそういうういものも全くなくな純粋に応援すするるってことあるとあ思うんですよそれと一緒でいや泉里香さんみたいにその自分の好きな男ともどんどん寝たりとかもできねえしなんかこうのめり込んだりとかできねえしいやーできないんだけどでもうこの人なんかズバズバ意見も言うしすげえなって憧れはあるんですよね。 で泉理香さんがその、ね、枕草子の論評をしているけれども吉高由里子さんは枕草子ちゃんと読んだことがなかったので写本を借りてそして読む形となりましたそして読んだら多分同じような感想を抱いたんでしょうねそこで枕草子を超えると心でつぶやいて覚悟を決めました。 そして、柄本佑さんに紙が必要だって形でですね。紙を依頼したら、柄本佑さんね、優しいから。ね、あの吉高由里子さんが越前の和紙が好きってことを知っているので。わざわざ高級な越前の和紙をすげえ大量に届けておりました。はい、そして、柄本佑さんと吉高由里子さんの会話の中で、柄本佑さんの嘘がバレます。吉高由里子さんと柄本佑さんのシーンが続きます。 数日後吉高由里子さんはですね書き上げた物語を江本佑さんに読ませるんですけれども江本佑さん時折笑いながら飽きずに楽しく読めたと言うんだけれども吉高由里子さんは具体的な感想を言わないのに不満を持つしなんか嘘ついてんなってことを見破ります。おお前ににはははわぬな実はこれは味方に献上したたいと思っておって吉高由里子さんは別に怒らないんですけれどもまあ三上愛さん宛に書こうと思っていた物語と。 帝天皇・塩の明久さんのために書こうと思っていた物語、やっぱりちょっと別だと思うという形で書き直しますというふうに言います。そして生身の天皇・塩の明久さんのことを教えてほしいと頼みましていろいろと聞きます。そうしたらですね、まあ、やっぱりねその、要は高畑美月さんに執着してってことを含めて心がダメだと叫んでいても体は執着してしまうのでしょうねと、江本佑様のご存じないところで、帝天皇・塩の明久様もお苦しみだったと思いますと。 それを表に出さないのも人ゆえか女も人ですのよというふうに言います会話は続きます事情聴取でございますけれども吉田香由子さん元タスクさんの話続きます許すことができるのも人諦めたり許したりできるのも人だからでございましょう人はかつて嫌なことがあった相手に対して許すことができなくてそれに執着してしまうこともあるだけれども時には許すことができてそれによって新しい未来を歩むこともできるというようなことを解きます 人とは難しいものだな。人とは何なのでございましょうかと日が暮れるまで語り続けるうちにですね、江本佑さんは自分の一家の闇についても吉高涼さんに明かしまして、人の心は闇を抱えております。私も闇の中で道に迷いながら、今日まで生きてまいりましたと語ります。今宵は満月でございました。満月の夜空を見上げまして、人はなぜ月を見るのでしょうと誰かが今俺が見ている月を一緒に見ていると願いながら、俺は月を見上げてきた。 みんなそういう思いで月を見上げているのではないかなというふうに言いまして今までこのドラマの中では月が何度も出てまいりました柄本佑さんの表情が映る月が映ったらその瞬間は柄本佑さんが吉高由里子さんのことを思っているという描写だったわけでございます一方の吉高由里子さんの表情が映る月を見上げる月が映る 吉高由里子さんはその時江本タスさんのことを思っているこういう描写だったわけですね脚本家の大石静香さんがもうブログで言及はしていたので私は何度も解説はしておりましたけれどもここでセリフで出てくるので本編の中でそれがちゃんと答え合わせできたのが今回という形でございますそして溢れ出しそうな吉高由里子さんの思いをこらえまして江本タスさんは帰っていきました 最後、源氏物語始まりまりす。吉高由里子さん、柄本佑さん、そして娘の福本愛悠ちゃんでございますけれども、あと塩野晃久さんね。昼夜問わず執筆没頭いたしまして、物語書き上がりました、源氏物語の起立簿でございます。それを柄本佑さん受け取りに来るんだけれども、これ大、大塩野晃久、怒るかもっていうふうに言うんだけれども、これでだめならこの仕事はここまでにございますと言いますと。ねで この時エモのタクさん初めてですね吉高由里子さんの娘と初対面するんですけれども多分ねかつて佐々木蔵之介さんにうちの妻が出産することになりました子供を授かりましたっていうのを聞いているのでその段階でもしかしたら自分の子かもってことは思ってるのでここで年齢を6歳と聞いて多分確信に変わったとは思うんですけれども一切取り乱していなかったのはそういうことでございます多分もう分かって接してるなというのが私の解釈ですね。違うかもしれないけどね私の解釈はそう はい、そしてですね献上された物語を塩野明久さんに渡したら塩野明久さん全く興味なさそうに最初読み始めておりましたなんですけれどもなんか読んでたらこれなんか自分のことじゃねと思って一回閉じました胸騒ぎがしたんでしょうね胸騒ぎがして閉じるんだけれども我々もそうですけどもなんかそういうドキドキするものって読み進めたくなっちゃうんですよなので多分最後まで読み進めることになったんじゃないかなということでそれはまるで塩野明久さんと高畑充希さんを思わせる人物だったということですね一応念のためこれ置いてますけれども ドラマの中では「好意のことになると道理をおなくしになって」って書いてあるような感じでしゃべっておりましたけれども「源氏物語」の中においては「好意のことになると道理をおぼしめさず成りゆくに」というような形の言葉ここのフレーズのことを言っている「桐粒帝」と「桐粒の好意」のエピソードのことを師野、えー、の明久さんは自分のことのようにドキッとしたのではないかなという形でございます。 以上でございます。まあ、本日もちょっとふざけながらお話をさせていただきましたけれどもまあ秋子が2人いたりとかねあの藤原が多かったりとか意外とややこしい人物名でありますので今年は俳優名で解説が面白おかしくも皆様がドラマをより理解し楽しく見れる一助となれば幸いでございます本日も以上となりますこれからもさまざまな動画をアップしていきますので応援よろしくお願いいたしますご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは